今回私の不適切な発言が原因で大変混乱をいたしてしまいました。理事の皆さん、さらには評議員の皆様、そして多くの皆様方に大変ご迷惑をおかけをいたしましたことを誠に申し訳なく存じております。大事なことはオリンピックをきちんと、7月に開催するということでありますから、そのオリンピックを開催するための準備にですね、私がいることが妨げになるということであってはならないと思います。今日をもちまして会長を辞任をいたそうとこう思っております。私はこの組織委員会に入ってから女性の皆さんをできるだけ叩いてきましたし、男性よりも余計女性の皆さんに発言してもらうように絶えず進めてきました。皆さんはなかなか、手を挙げて、お話にならない時がたくさんありましたけど、あえてお名前まで申し上げます。